こんばんは。7月7日、宮古島にドッグランを作りに来て初日です。はい、私は画家をしております、小野優斗と申します。私は編集を担当しております、高野と申します。カズです。以上、3人でやっていきますので、よろしくお願いします。ただの Vlog です。では、どうぞ。マジ？うん、確かになんか見たことない。どこから？もう一言ど？なんか韓国のマダムの店で出されてる。リブンがつく。すごくないですか？韓国マダムさんです。さあ頑張りましょう。行きましょう。行ってきまーす。ただいまノッポを見失いました。これから羽田空港に向かうんですが、リムジンバスの乗り場がわかりません。ただの絵のうまいノッポ、どこにいたんでしょうか。なんとか合流することができました。迷子になると思う。はい。リムジンバスに乗り込もうと思います。バスに乗りました。一番下に行きましょう。このバスが有名なリムジンバスです。第一ミッション、リムジンバスに向かいバカでもできる。印象を増やしていくこうやったら魔法が出るようにしてね。優秀な方お願いします。あ、リムジンバスの詳細ここです。編集殺し。美味しそうじゃない。おー、うまそう。プラスレドガンやから。いくらか1450円。お、もやさんならいけるでしょ。いや、こっちにしようか。100円安い。お、100円だったら頑張ったからいくね。うわ、ママソープかなと思ったの。羽田です。これから我々は宮古島で芝刈りをします。はい、1年かけた大プロジェクト、はい、宮古島セーブスアニマルズの近くのドッグランを完成させに行きます。はい、多分とんでもない芝居になっとうと思うで、今回完成させよう。そうですね。じゃあ行きましょう。行きましょう。行ってきます。はい。高級運賃教えようか。教えて。ANA のロゴの濃いブルーと浅いブルーがあるじゃん。この ANA の薄いブルーの色なんか知ってる？分からん。機関ブルー。これマジのやつ。はい。本当に聞くよ。キャディー。いいよ、聞いて。すみません。職員は発生業務を行います。この濃い方の青がトリトン。海と波の神の、あのトリトン、トリトーンからトリトンブルー。これ本当モヒカンブルーとトリトン、モヒカンブルーとトリトン、まあ、トリトンブルーとモヒカンブルー。キャビンアテンダントセットストライクバー。まあ、うん、トリトンブルーなんですけれど、こっちの青い方が、はい、モヒカンブルーです。でトリトンが薄い方です。マジほらね、すげえ。あ、好きなんですか。好き、やっぱり。ありがとうございます。やっぱりそうやった、はい、やっぱこれが日々の勉強の成果ってやつですね。まあでも今回は目的がちゃんとありますから。そうやね、ようやく完成するけんね。やばかった。
1年かかりましたね。1年以上かかったね。そうですね。はい、はい、到着。はい、シェイコ、はい、シェイコ、はい、割れた。え、ガチで、うん、あれは貼ってる、貼ってるやつでしょ。いや、多分これガラス、貼ってるガラスじゃなくてですか。大元と、いや、いや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 、いける、いけてる。うわー、いけとったー。危ねー、マジで。危なかった。僕、背面割れましたからね。うわ、ボキボキよ。これはニマソっていうところのガラスフィルムです。ニマソガラスフィルム、iPhone14 Pro 用保護フィルム。しかも1399円でこれ、すごくない？皆さんおすすめのガラスフィルムです。はい、実証されました。メイクマンです。最低限いるものは軍手？軍手やね。軍手は絶対いるよね。ゴミ袋、ゴミ袋もいるんか。あ、軍手あった。俺いいやつ買おう。これにしよう。いいやつって言っても228、うん、228。私の軍手は決まりました。じゃあ俺これにしよう。わ、渋いね、職人感が。純面いいね。カズは普通だね。安いやつ。普通です。めちゃくちゃかっこいい靴を見つけました。ガチガチ装備になろうとして、過酷な長靴ブラックス。長靴とどっちも過酷なの。まあまあまあ、私服にするとか言ってます、うん、普通に私服でいけそうだ。しかも安いっすね。1300円。安くね。買おうかな。かっこいいです。ブーツを買います。おお、まあレインブーツやけど確かに。この辺に確かあります。これか。でもこういうことよね。そうです、そうです。これ見つかったか。そうですね。良さそう。良さそうです。ここが良くない。多分こう当てて、テコの原理的なね。そう、テコの原理。これ3ついくか。行こう。はい、雰囲気出るよね。出る。ほら、黒しかない。高い。白高い。うん、てやん。白ちょっと高級なのよ。なんか。やっぱ白しかない。黒しかない。カズも買うと？買います。おお。こうやな、センチ。俺 26.5? 26.5? うん。ちっちゃ。俺小6で28やったけど。うざ。でこ。多分 26.5 と俺の小4ぐらいじゃない。俺の小4の足のまま生きとってすごいな。あー、もうマジ軽症感落とすな。いや、すごいわ。それで大地は踏みしめる。うっつーマジ。ありがとうございます。びっくりしました、私。いや、宮古島でなんかやってみるじゃないですか。はい、あ、そうです。ちょっとそれしていきました。ありがとうございます。そうそう、嬉しいです。毎回すごいなって。一日一勉強も。あ、やってます。大変です。見てます。毎日。嬉しいです。勉強できてます。ありがとうございます。明日あれなんですよ、芝を、はい、あの雑草抜きするんですよ。え？今呼ばれてますもんね。ギリギリ大丈夫。内装されてるんですか？な、もう、なんでもやみたいな。あ、そうなんですか。お願いしてね、なんか困ったことがあった時、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、我々ずるずるしいんで。あ、わかりました。ぶち変えました。変えたね、うん、めちゃくちゃもっとうぜ。嬉しいね、ああやって声かけてくれたら。いや、ほんとやね。びっくりしましたね。まさか宮古のホームセンターでさ。ほんとよ、ほんとよ ねえ、ゆうとさんですかみたいな。嬉しいよね。東京でもそんなないんじゃん。いや、そう、俺全然声かけられんてよ。そうよね、うん、あれ嬉しいわ、マジで。まあでもね、あれもあるんよね、
あの声をかけんかったっていう気遣いの人もおるんや。確かに、たまに言われるやん。言われる、いました。ちょっとどっちも嬉しいね。あとは内装業者さんって言うときにさ、うん、俺らが次宮古でなんかするときにあのやってもらおう。いや俺もそう思った。何でもやって言うときに多分何でもアドバイスしてくれるやろ、うん、アドバイスだけやったら無料でやってくれるかもしれない。そうやろ、うん、我々の次なる宮古島の活動にぜひお願いします。あのいいご縁をありがとうございました。お尻大好き MG。MG もう何歳よ。乾杯。乾杯。いいですね。うん、これうまくない？うまい、めちゃくちゃおいしい。料理もすごいです。ねえねえ食べて。キンパ、これはキノコのホイル焼き。おー、うん、いいね。キンパ、キンパ、三角キンパ。チーズタッカルビもあるんです。あ、タッカルビー、すげー。お肉できました。はーい。いや結構量ある。うわすごい。いいですか、ライト。めちゃくちゃいい感じです。いやすごい、クオリティが高すぎるよ。いやそうやね。うまい。誰が取ったお肉？想像の100倍硬かった。いいよ。え？お、タンいいね。タンいただきます。ありがとう。うん。味がない。でしょうね。塩コショウしてないって言ったもん。早いよ。何してるんですか。洗い物です。一回で何百枚とか洗いやったけんね。あのダイニングバーで働いてる。ああ。数がおった時食洗機やったもんね。そうですね。え、手洗いですか。そうよ、俺手洗い。え、食洗機が入って感動したもん。マジ鬼早く洗い物。マックの時も早かった。それは言ったね。80秒。ポイントは80度。そうよ、だって近所の店の店長が見に来よったけど本当に80度で上がっておく。噂になってる。80度でやってるからこそのスピードなんで。そうそう、油が一気に落ちる。おかしい。この店舗の店長が見に来よった。この物の洗い物がやばい。南福岡での物が早い。気持ち悪いわ。ウケる。編集しよう。あれされるより編集したい。